ないんだぞグレミスト、知識を次世代に伝えろ。マスのように川を遡ってこう埋めと。わしはやりたいようにやる。ほっといてくれ。カジドウシの身と話がしたい。こっちは話したくないんでね。どこかへ行け。目障りだ。親切そうに見えるがな。勘違いだ。そうなる予定もない。ドルイドになったのは人と関わるためじゃなく、その逆だ。愛想笑いなんかしたくもない。他人の問題など私にとっては松ぼっくり以下だ。わしの前から消えろ。でないとお前の身にどんな不幸が降りかかるかわからんぞ。知識を分けてほしい。錬金術を教えてくれ。お前がわしの弟子に面白い。ついでにウダルリックにもスピカローグの一部をもらえないか尋ねてみろ。俺は真剣だ。真剣だと？笑わせるな。わしは文字通り人生を錬金術に捧げてきたんだぞ。来る日も来る日も朝から晩まで蒸留機に向かい、煙にむせて酸で皮膚を焼かれ、長い年月をかけ全てを犠牲にして苦労の末に手にした知恵を喋ると思ってるなら大間違いだ。いい生徒になるぞ。無理だな。出て行けというこんな簡単なこともわからないくせに。まあ今進めている儀式の準備には手伝いがいると便利かもしれんな。よし、三つ頼みがある。すべてやり遂げたら弟子にしてやってもいいだろう。よしよし、話せばわかるじゃないか。偉そうな態度を改めておとなしく聞け。まずはモース高原の森からルリ運べを取ってこい。次にヘイルの丘の古い酒蔵で蒸留酒を作ってくるんだ。最後に儀式を手伝うようフリッチョフを説得しろ。わしと同じドルイドでブランデアの近くにいるはずだ。何か大事なようでそこに行ってるらしい。さあどうする。そのフリッチョフというのは誰だ。ベダメカーだ。ああお前はこの言葉も知らんか。そんな奴を弟子にしなきゃならんとはな。ベダメカーはドルイドの中でも天候を操れる者のことを言う。嵐を止めたり氷を降らせたり雷で敵を灰にしたり。あの男には慎重に接した方がいいぞ。命が惜しいならな。蒸留酒は何に使うんだ。弟子になりたきゃ知っておけ。酒はあらゆる霊薬の元になる。もちろんいい酒ほど霊薬の質も高くなる。中でも蒸留酒は最高だ。その強さ、その味も含めてな。だがヘイルの丘の酒蔵が潰れてからというもの、材料が揃わなくてな。まあお前なら何とかできるだろう。それほどの自信があるんだからな。ルリ運べか。錬金術ではほぼ使われないはずだが。老人に知識で勝てると思ってるのか。ただのルリ運べじゃない。モース高原の森のルリ運べだ。ただ噂が本当なら薬草を守る怪物がいるらしい。秘密を守る森の怪物？よく聞く話だな。分かった、やろう。だがその儀式というのは何だ。弟子になりたいなら質問ばかりするんじゃない。いつ何を教えるかはわしが決める。もう行け、急げよ。わしの気が変わらんうちにな。
リース。始まったら自分の家に入る。フリッチョフか。そうだ。そういうお前は何と呼ばれている、ウィッチャー。俺か。よそ者、化け物、時には名前でリビアのゲラルトと呼ぶやつもいるな。面白いやつだ。気に入った。さて、どんな要件だ、リビアのゲラルト。グレミストが来いと言ってる。儀式に協力してほしいとな。儀式？あのじいさんの底意地の悪さを直す儀式か。まあ会いに行くのはいいんだが、今は大事な用がある。周りを見ろ。地面が乾ききってるだろう。もう何週間も雨が降っていない。牧草が枯れて羊が飢えている。雨を呼ばなければならんが、心配なのは。待てよ、よければ手伝ってくれないか。何をだ、器用な方だが天候を操る術は知らんぞ。何、剣を使った簡単な仕事だ。我らが母なる自然は、力ずくで何かを奪おうとすると自らを守ろうと必死に抵抗する。それに対抗するためにはこちらにも力が必要でな。やるか。ああ、手を貸そう。その後でグレミストに会ってくれるならな。決まりだな。ついてこい。早速嵐を起こそうじゃないか。ゲリってお前と一対一で戦えるやつなんていないか。動物を生贄にするのか。大陸のように人を杭に縛りつけて火炙りにしろとでも。ヤギや羊の方がマシだろう。スクックスバーム、バットナハンラー。始まったな。これほどの嵐は久しぶりだ。雨粒を見ろ、卵くらいあるぞ。俺が相手をしてたフォグレットもかなりの大きさだったぞ。必ず現れるんだ。だがそれくらいがちょうどいいのかもしれん。ちょうどいいだって？天候を操るのに危険が伴わなければ休みなく働かされるだろう。雨を降らせろ、日光が必要だ、嵐を起こせ、波を沈めろってな。危険が伴うからこそ人々は本当に必要な時にしか西岸に来なくなる。なるほど。俺もネッカーやドラウナーを殺せと言われるのにうんざりすることがある。グレミストに会いに行けるか。喜んで行こう。これだけの大仕事の後ならきっといい気晴らしに、いや、いい気分で儀式を手伝うな。では、あとで。
もっと早く。それほど経ってないな。あんたもルリハコメを探しに来たのか。というと？グレミストは多くの若いドルイドをここに送り込んでる。でもみんな花を持たずに戻ってくるんだ。干からびたみたいで、何があったか話そうともしない。グレミストにやめろと言ったが笑い飛ばされた。だがもう笑える状況じゃない。弟子のラマンドが戻ってこないから探しに来たんだ。生きてるといいが。この森について教えてくれるか。俺も知らんのだ。ドルイドなのに森を熟知してないとはお笑い草だな。この島には我々でも立ち入れない場所がある。動物は手なずけられるが怪物は無理だ。そしてここには怪物がいるとか。レーシンか、アクシブルか。残念ながらわからない。言った通り、中に入ったものは何も語ってくれないからだ。お前は仲間を、俺は花を探してる。一緒に中に入らないか。もちろんだ。心強い。あんたについていこう。花びらのない花か。足跡、二足歩行だな。ちょっと待って、お願いだよ。頼む、くすぐったいよ。今度はこっちの番だろ、メスヤギちゃん。その手を離せ、化け物め。ラマンド、離れろ。落ち着いて、何もされてない。むしろ自分で。正気に戻れ、呪いで操られてるんだ。バカね、呪いなんて無用よ。みんな好んでくるんだもの。むしろ帰らせるために追い払う魔法を使ってるくらい。ラマンドだけはいい人だから追い返さなかったけど。見えすいた嘘だ。その忌まわしい魔術は通用しないぞ。今ここで息の根を止めてやる。その必要があるとは思えん。彼女は確かに化け物だが理性もあり、基本的には害がない。無害なわけがない。乾いた水や冷たい炎がないようにな。だが手伝ってくれないなら構わん。奴は俺が始末する。やめておいた方がいい。すぐ戻ってくる。飾りじゃなく本物の剣を使える奴を連れてな。どうしてかばってくれたの。悪いけど私はウィッチャーとは寝ないし、感謝の印に股を開いたりはしないわよ。傷のついた男は好みじゃないか。血の匂いのする男は嫌い。ウィッチャーには染みついてるわ。フィンドにチョルト、私の同胞の血の匂いがね。ああ、だがフィンドやチョルトとは違ってお前は豊かな胸と可愛い顔がある。他の魔物たちはそうじゃないから気軽に殺せるってことかしら。それほど単純ではないが、まあいい。お気に召さないのは分かった。感謝の印は別のものがいい。ルリ運びを探している。森に詳しいなら手伝ってくれないか。案内してあげるわ。それからラマンド、スミレを積んできて。今度は藍色のスミレだけよ。藍色って青か。違うわ、藍色は藍色よ。男って。なぜそんなに花がいるんだ。おせっかいね。見てればわかるわ。
麗だと思わない
言われたことはやったぞ。驚いた。よくやったな。さあフリッチョく始めようか。早い方がいい。長い夜になるだろうからな。この儀式は限られた者しか参加できない。弟子よ、お前は外で待っていろ。何があろうと絶対に入るな。お前の修行は明日からだ。分かったよ、師匠。やっと口の聞き方を覚えたか。さあ、もう行け。もう一杯。こりゃうまい。最高だろ、モスコゲンさんら。それとヘイルの丘のジュアルでしょ。楽しめよ、フリッチョ。楽しめ。やっと役に立つものができたんだ。まだ儀式は終わっていないようだな。ゲラルト、言ったはずだぞ。入るなって。これは限られたドルイドだけの。せっかく頑張ったんだ、そいつも楽しませてやれよ。そうだな、少し飲め。ゲラルト、修行の始まりだ。大いに学び大いに飲む、嫌いじゃない。そうだな、刺激と吸収ってやつら。刺激してそれから吸収するのさ。さすがんな。まず毒の摂取についてだ。一番いいのは体で覚える方法だ。それならすでに十分経験済みだ。ならわしの秘密の手法も簡単だ。いいか、こうやって霊薬を持って悟空だ。年の差など関係ないということか。